ここが目的の場所か。ああ、ここね。はいはい、ここで一戦あるんだね。了解だ。はい、皆さんこんにちは、ピカです。エルデンリングやっていくよ。はい、ここエレの教会なんですが、まあ、ちょうどね、後ろここら辺にあの魔女が座っていたんですけど、夜にね、ちょっと俺住みすぎたのか、ここでの出現はもうないかもしんないね。まあこの先会えなかったりしたら、これは必ずお伝えしたいんで、まあどんなイベント、軽いイベントみたいなのはあるみたいだからね。まあ2週目もしくは最初からね、まあなんだろうか、最初のかがり火でまあ祝福でレベルアップできるようになるくらいまでのすぐ後に出現したんで、まあ2週目がそのね、また最初からということで、またクリア後にお伝えしたいかなと思います。はい、出会えたら出会えたでね、そのまま行くけどね。はい、それでですね、まあエレの教会はこれで終わって終わってじゃなく、最初の方でね、始まりの場所かな、あこね、あそこにいた人がなんかまた魂みたいになっていて、でバラの教会まで、前々回をお伝えしたところかな、バラの教会まで来るがよかろうちゅう。これなんだ、あここは普通か。あそこね、これちょっと行ってみよっかね。ところどころ条件変わっていくの本当ね、しっかりお伝えしたいのに他のことしてたら消えちゃうっていうのはちょっと寂しいよな。身こなしのあなたへ、リエニエの地、門前町の西、バラ教会までおいでなさい。わかった、わかりました。さて、バランの、嘘だろ、なんでこいつまたいんの、ちょっと待って、俺倒したぞ、やめて。こいつか、こいつだよな。あーすいません、あー早く話し、え、なに侵入マルチプレイって、あ、人なの？うん、人じゃないよね。まあこれもらったっちゅうことが。ありがとうございます。はあ、こいつと話したよね。Be sure to try that finger I gave you. There's no reason to dither. The tarnished was spurned by grace, forsaken by the two fingers. And now they ask you to mend their crumbling world? Your loyalties are misplaced with them. よし、そしたらね、今回の目的となります、どっかここら辺か、まあ一応ここか、こう行ってみよっか。あ、皆さん本当魔女と会えなくてごめんね。2週目に期待しててね、まあ、2週目はするつもりはないけど、その魔女だけはねお伝えするつもりだから。あこにかがり火あっぞ。
ね、なかなかあのかがり火っていう言葉が消えないね。ねえ、どうしますかみんな。あー、暖かい、本当に。バカ野郎お前、何をしてんだよお前。やめてくれ。で、まあ印ついてるところはこう、まああの祝福ないか探しつつ、あそこになんかな、あれ倒すべきなのかな、あのドラゴンみてえの強えかな、強えやろな、そりゃな。前回瞬殺されたから、ね、一撃だったからね、ナルガクルガにも似てるね、あれね。ナルガクルガやな。ナルガクルガとリオレウス混ざったような感じ。どうすっかな。ちょっとだけ挨拶してこようかな。あーすいません、ちょっとだけ切らしてください。ちょっとだけでいいですから切らしてください。なんで飲んでないぞ。尻尾攻撃、回転攻撃しそうだ、ナルガみたいに。うわ、こりゃ騎乗で やらんといかんかもしんないね。どこ行った？ブレス吐いて、逃げろ、ブレス吐いて、ブレス吐いて、さあブレス吐け。慎重にブレス吐け。あ、魂がっぽりもらった。よし、これ騎乗強い、めっちゃ強い、勝ったぞ、勝ちました、みんな。あ、バッファローホース強い、竜の心臓もらった。これ死んでる？あいつ殺してくれたんだ。これなんだ？よっしゃ。ねえ、カニもびっくりっちゅうやつね。カニの方また強いかもしんない。騎乗はね、ちょっとね。あれか。カニも騎乗の方強えか？あ、強え！まあ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 、おお気に入った、もう降りたくない、もう降りたくない。おお、騎乗で倒せばいいんだ。騎乗スキルある？ああ、
とにかく行こうぜ。これなん、あれなんだよ、あれ。竜に焼かれた廃墟。なんかある？すいません。なんかありそうだ、みんな。ここになんかあるぞ、みんな行こうぜ。俺は行くよ。 ありがとう、ペガサス。貴様は今日からペガサスだ。ここにもいるぞ。よし、あとはあいつぐらいかな。おお、クリリクリリ、バゲルバゲル。これはなんだ、頭蓋か。なんだろうね、これね。なんかある？ある。よし、あ、7000溜まってる。レベルどんどん上げる。ごめんね。あ、石の鍵もらったぞ。よっしゃ、探索も必要やね、やっぱね。うん、そりゃそうだよね、オープンワールドなんだからねえ、しない方がアホなんだよね。おい、あれあれ、いてて、逃げてから回復だぞ。まず逃げろ、そして回復。後ろ振り向いてすぐ立て構えとけ。なめんな。なんだ？これちょっとしたダンジョンか。間違えてる。よし、オッケー。なんかある。で、こっち開く。あ、ここで宝物あんのか。オッケー、一応警戒しろね。これが基本です。え？て、おい、なんだこれ。どこだよ、これ。ああ、みんな、南行こうとして今度西行こう、東行こうぜってなってたのは東来ちゃったぞ。何の行動だよ、ここ。扇の重力設計。まず左ミラー。なんかやってるわ。こう、あの、作業中だよ、これ。あ、ここにも作業中の方が1名。なんかバック取れねえな、俺。
あ、すいません。違う。すいません。あ、すいません。あ、すいませんけど。本当ぶっ殺しますよ。何それ。ギジー、上にもいる。ここやめる。あー、即、あー、即マップ開け。あ、即開け。瞳孔が開いてるんだよ。どこでっちゅうか。どっかね、まだここら辺までね、ワープするからね、ごめんね。え、なんですって。え、罠にかかりました、最後まで死んでください。祝福で一度、何しょ、え、休息するまで祝福への移動は行えません。はまあ、じゃあこれ罠に、レベル低い時あれ開けてさ、罠にかかったらお前詰むぞこれ。祝福どこだよ、アホか。こんなお前、何これ。おいおいおい、アホかお前、アホか、ちょっとアホかお前。どこ行ったんだよお前。なんだとお前、ちょっとこれダメや、こいつ2匹も何匹いんだよ。しかもダメージ食ってないやんか。あいつか。頼むから何もしないで。お願いします。お願いします。ああ、すみません。腰痛ですか。私が治して死んでましょう。無理っしょ。おい、これ無理っしょ。お前こっからどうやって出るんだよ俺。いや、お前冗談じゃねっつんだよ。これ積んでるってお前。これこっち行けばいいのかな。どうなんだろうか、わからん。生還できるのこれ。あっち行ったらあいつに見っかるんだ。こっち行かなければいけないんだね。もう無視していこう。とりあえず逃げようぜ。はあ、あれか。そりゃつまんよな。さすがのフロムソフトさんだよな。ここで積んだら本当ちょっとシャレならん会社だぞ。さすがだね。ここに魂あるから、まあバックスタブ一撃で倒せるくらいな
なったら今レベル37なんですけどね、うん、でもまあ筋力とかにめっちゃ振ってないから攻撃力はそんなに20ぐらいの時とあんま変わらん、うん、よっしゃ、そしたら南行こうか、うん、ここら辺までねちょっとねワープするね。え？何？あ、急速ね、急速ね。おい、フラム、フラム、フラムくん、何言ってんのお前。おい、フラムくん、あんた条件ちょっとおかしくなってきてねえか。どっちだよ。ちょっと頭おかしくなってきてねえかこれ。ここ出たらっちゅうことか、ここ出たらっちゅうことか、そういうことか、トンネルだからか。だろ。はあ、ありがとうフロム君。あーすいません、言うてください、言うてください。あーすいません、弁慶のつもりかっちゅうのよ。ん？なめるんじゃないわよ。よし、あーよし、祝福。あ、これ何守ってんの、なんかあんの。なんかね、いつもあの道それていくんだけどね、アホだからまっすぐ行けないんですよ、あの性格的にダメだよねそういうのね、うん、しっかり筋を通そうよね、通しましょう。目的の場所に向かうこれ何運んでるん、何運んでるんで、自分おじいにぶなじゃい、まったまに来ましたお前。何を運んでるんでちゅかって言ってるんでちゅ、それを我に貸しなさい。そう、ひざまずきなさい。そうです。ああ、え、死んでない。ここに何かいる。大群いる。これここ乗ろうぜ。こうもらうもんもらって去りましょう。グレートアックス、グレートアックス俺持ってねえかな。
長運になりますよ貴様。貴様大概にしないと。大概にしないと長運死流になりますよ。小さい時に当てんのめっちゃ難しい。回転するように当てればいいのかな。まあまあまあ好んで戦闘しなくてもよかろう。小さいのに当てるのはちょっと難しいな。でこれルーン取って、まあもらうもんもらったから行きましょう。なんか聖杯の種子ないかな。その場所、本当攻略見なくても分かるような感じにならないんでしょうか。こっちなんか。ちょっとねグラグラするね。ちょっと種子とかの木とかあるかちょっと探したいからね。これあれか、あれやな、祝福やな。オッケで、あれは何なんだろう。真正面のこれか、これやな。ここはあの竜に焼かれた廃墟ね、あったよね。ここで騙されてんだよね、うん、なんだこれ。ヤドバート、宿場とか、まあ、ここにもなんかあんのかな、アイテムね。罠かな、またね。ここなんだが、なんだこれ。待て、ここか。分かった。なるほど。まあそこにもなんか小ボスみたいのいそうだね。中ボスっていうか。
成功のかけら？あれは始まりの地かな、こう。え、違うな。ここら辺やな。ここはどこだ？ここか。ここになんかあるね。あ、どうやって行くんでしょう。こっからジャンプ行ける？行けた。よし。あ、すまない。王家のスクロール。人のブーツ。なんかあるのかな、ここ。お宝とかあんのかな。まあ大したもんなさそうやね。名前も出ないしね。うん、だろう。ちょよし。あ、馬でも一応ジャンプはできるんだね。まあ、あの距離はあるわな。なるほど。で、気流ってどこにある？気流に向かってジャンプしねえと。どっからだ？こっからか。気流に乗ってあっちも行けんのか。じゃあこっち側。ここが目的の場所か。ああ、ここね。はいはい、ここで一戦あるんだね。了解だ。そしたら祝福あるよな、どっか近くに。どこにある？光集まってるところあるか。っていうか象か。あ、象今どっかであったな。左上に印ついてんもんね。どこで象？これか。これやな。わかった。はい。それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。